さあ、で始まりました、おじいちゃんね。さあ、はい、今回はこんにちは、加藤です。はい、お願いします。はい、早稲田のね、はい、成績開示来ましたんで、はいはい、見ていきたいと思います。もうね、だってさ、免許取りに行ってんだもんそんなことしてる場合じゃないだろうですが、はい、まあ、見ていきたいと思いますが、はい、和夫、あ、そうそう、和子が、いや、はい、和夫ってつ名前合わせてきてたろって言って、いや、まあそうなんだそうなっちゃうだろうなと思ったんですけど、うん、まあ、僕も、まあ、意図はしてなかったんですけど。あ、意図してなかったの？意図してないです、ね、だってすごい人、もうずるいわ、この見た目で和夫とかもう絶対笑かしに来てるだろって和子が言ってた。いや、毎回言われるんですけど、そうでは、受けたのが早稲田の、法学部と商学部と社学ですかね。うん、ああ、はい、なるほど、法商社の、はい、受けたって感じですね。はい、まあなかなか法学部はむずいよ。そうですね、マーク少ないしさ。しかも去年なんか英語、うん、第一も本当に分かんなくて、うんうんうん、いつも長文ちょっと後にやるんですけど、うんうん、びっくりしちゃって、うん、あ、やっべえ、どうしようみたいな、うん、もうそこでテンパったのがすごい覚えてますね。まあとにかく大問の数がすごい多いんでね、はい、法学部はで、いろんなことやんなきゃいけないんで、はい、作文も2つ解かなきゃいけないし、そうですね、やんなきゃいけないことがすごく多くて、まあ、だからここにちゃんと到達するかがかなり大事になってきますね、はい、でそこで到達できれば商学部はまあむずくなってるけど、法とか受ける人からすると優しく見えるんです。で社学は運ゲーだけど、だいぶ法を突破してる人は社学受かりやすいんだよね。はい、私は、まあ、今年とか最後の大問以外はまあ法学部突破する人たちだったら結構解ける問題だった、うん、なんか結構簡単だなって解いてても思った印象ではあったんですよね、うん、そうそうそう。最後のとゲーム理論でやられるだろうなと思って、はい、この人は結構そうですね、あそこもほとんど飛ばし読みみたいになっちゃう。ゲーム理論ちゃんとやってるとか、まあ、背景知識ないと結構きついなと思った、うん、はい、はい、では見ていきましょう、はいはい、じゃあまずどっから、これが法でしょ、じゃあ法からいくか、はい、はい、これが成績開示、はい、成績開示いきましょう、はい、合計点が 76.941 ということでございます、はい、合格最低点89ですから、ダメですね、はい、89.5 なんで結構離されてるよね、はい、やっぱね、そうですね、はい、で素点が隠されてて調整後のやつしか見れないやつですけど、はい、英語が 33.952、はい、あれ何点満点だこれ、ちゃんと覚えて受験しに行ってくださいね。受ける前とか考えてたんですけど、ここで何点取ろうとか、そういうの考えて大体やるんだけど、もう忘れちゃってる。そうなんですね、60、50、40ですね、うん、なんで英語が60点満点ですね、国語が50で社会科目が40、はい、そうですね、はい、654ということで、はい、じゃあ60点中の 33.952、はい、まあ、半分、はい、でここが50点中の 21.121 ここですね、これ多分まだ平均下回ってるから、ね、得点調整でさらに下げられてるだろうね、うん、で、あ、数学選択なの？ あ、そうです、はい、なるほど、で 21.868、まあ、これも数学は強手なんですよね。あ、そうなんだ、法学部だけ2次の数学がなくて、あ、そうなんだ、強手の数学 1A、2B を合わせた200点満点を、うん、多分この40にして、なるほど、はあ、じゃあ数学が3人か今年。あ、本当ですか、はあ、だってあと、だって東大と国立理系目指すっているじゃん、はい、からなるほど、ね、結構しくったんですよね、強手の数学は、うん、こういう感じだったわけですね、はい、いやー、やっぱ法学部も大変だ、うん、なんだ、これはちょっとダメですね、うん、国語も数学も英語も。じゃあ商学部と社学はね、横山と同じだから。そうですね。あ、ただそうか、数学受けたのか、ね、はい、だからそれはまた別のしていい、はい、で、あの商学部は補欠が一回出たんですよ、補欠やってたんですよ、ほうほうほう、はい、まあでも普通にダメだったんで、うん、あれだったんですけど、まあなんでそれでどうかなと思って。じゃあ商学部の補欠ってこと、はい、あ、じゃあ行きましょう、補欠で、はい、読んでいきます、はい、あ、これもまた配点は覚えてる、あ、覚えてます、これは、60、60、60です、はい、全60で、はい、107.03、はい、で、合格最低点が109点ということで、あ、まあ、約2点差ですね、まあでも結構人いるんじゃないかなと思うんですけど、いっぱいいるでしょ、1.2、はい、だから 1.97 のところに一体どれだけいたんだろうね、はい、ということで、補欠だったということで、で、英語が得点調整後 34.897、これも 50% ちょい、うんうん、まあ調整でどうなってるかだけどね、国語が 30.707、うんうんうん、これも中で、数学は高いじゃん、 41.426、 そうですね、ほう、なんか、
うん、めちゃめちゃ難しいじゃないですか、うん、小学も数学は、うん、でそれでまあなんとか取れるところを過去問でもかすめ取ってみたいなやったんですけど、うん、去年はあれこれゴリ押しでいけねみたいな問題があったりとか、うん、あと小問集合もめっちゃむずいんですけど、うん、そこで思いのほか取れたんで、うんうんうん、この点数でまあこれ数学に関してはまあこんな感じで取れたらいいなっていう、うん、なるほど、はい、いや結構思ったより取れてるんじゃないですか。そう、数学、まあ、60分の4。いや惜しかったね。だからあとちょっ と英国でもう少し取れてれば、ね、これはだいぶチャンスがあった感じですね。まあそうですね、だって英語別に苦手なわけじゃないでしょ。だってそうですね、うん、ただやっぱこの結果しかりそうなんですけど、うん、早稲田のレベルとかちょっと高いレベルにまだ対応できてない、うん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 、なるほどね。下の基礎的なところはまあ、うんうんうん、できたりもするんですけど、うん、そうですね、やっぱそこの差が対応できてないかなっていう。なるほどね、はい、いやーそうか、はい、次行きましょう、はい、で、社学、はい、で、社学の配点555、いや、50、40、40だったかな、英語だけ50で、はい、で、これもじゃあ数学受験ってことですね。そうですね、はい、あー、なるほど。社学が英語系 72.775、 はい、で、合格最低点 84.219。 無理だこれは、はい、もう1点でめちゃくちゃいるから、社学は。はい、いや、小学部がさ、もうあんなギリギリなのに社学はこんなに離されてるんだ。結構多分ここだろうなってのはやっぱ数学で、うん、数学、社学の去年の問題とか、うん、めっちゃなんかこれ差つくのみたいな問題が来たんですよ、うん、その前と比べても、うん、でそれでまあ自己採っていうか、うん、振り返りしてる時に計算ミスとか、うん、あと本番で残り10分まで大問1個分丸々分かんなくて、うん、あれみたいな、うん、で最後の10分ぐらいであここ見落としてたってなってバーって書いたんですけど、うん、まあそこもまともな点数じゃなかったのかな。なるほどね。いやーすげえな、これやっぱ学部ごとの差もすごいわ、はい、まああとただ運ゲーなんでね、もう社学に至っては解ける年と解けない年とか、だからよく言うんだけど、平さんが言ってるのは、はい、同じ人が次の日に同じ問題受けても全然変わるだろう、はい、合格者と不合格者が、うん、そうだからコンディションとか運でも全く同じ問題、はい、ああもちろんその受けてない前提ですけどね、はい、その問題を受けてない前提で同じ人たちが同じ問題を別日で受けたらもう人がらりと変わるだろう、合格者って言われるぐらい運ゲー感がすごいって言ってたんで、まあ新形式で変わるんじゃないか、その運ゲー要素がだいぶ減るんじゃないかと言われてます、はい、で英語が、何点ってたっけ、50ですね。50点中27、あれもう半分じゃない、そう点全部半分です、うん、で国語が21、半分、はい、で数学が 24.775 と、やっぱ数学が一番得意だったってこと。まあそうですね、数学でちゃんと武器にしてアドバンテージ取りたいっていう感じだったんで、うん、まあ強手しかり社学の数学しかり、ちょっと簡単なところで、うん、その足元すくわれちゃってるなっていう。なるほどね、はい、鈴木貫太郎の寿司ですねということでございました。いやーやっぱすごいね。で立教も受けたんでしょ。あ、立教、はい、立教学部は、学部は一般で受けに行ったのが法学部と社学、うん、社会学部、うん、社ですね、はい、協定利用で出したのが同じく社会学部と経済かな、うん、を出して、はい、出してるな。で、英語はそれ英検のところもあるってこと。あ、英検も出しましたし、協定も受けたんで協定も出して、うん、まあ高い方取ってくれるってことで。英検 11? 11は現役の時に3回落ちてダメだ、落ちてんのか、はい、でダメだってなって、うん、で12月ぐらいに2級を高1の時に取ってんですけど、うんうん、2級を取り直して、でそれでまあなんとか点数だけ上げてみたいな。なるほどね、はい、じゃあ、まあ、11SCBT で受けりゃいいのに。ああいや、なんかもう受かる気がしなくて。 SCBT だと別に落ちてても CSE スコア2級より高く出るよ。そうですね、2級合格よりも11不合格の方が高く出るから。はい、じゃあ、立教受かろう。立教も、あ、受かるじゃないです。違うんだ。いや、和子もね、立教は、はいはい、成績開示あるんで。ああそうですね、うん、でも受かっってるの受かってないよ、立教。あー、なるほど。え、立教受かってないでしょ。受かった。受かってます。受かってんだ。受かってんのは見れないよ、はい、そうですよね、はい、受かってないのは
受か立教は全部受かって、全部受かってんの？じゃあ見れないでしょ。そうですね。なんだそれ。いや、なんで今何を開示するんだ。ないよ、開示するものが。多分見れないでしょ。あ、そうなんだ。立教全部受かってんの？はい、そうですね。そうなの？先言え。あ、ごめんなさい、なんか聞かれなかった。立教受かったけど、はい、あ、浪人を選んだんだ。そうですね。じゃあもうマーチ合格2人が選んでるんだ、浪人を。だからマーチ受かってんのね。だから立教と中央法政、はい、3つ受かってんだメンバー。へ、はい、なるほど、はい、じゃあ立教はいけた。そうですね。え、全部受かったんだ。はい。へ、すごいじゃん。ですけど、うん、まあそうですね、現金の時も立教と法政を受けて、うん、どっちも受かったんですけど、うん、それで浪人選んだんで、うん、ちょっと今年、うん、もう一回やってってなってみて、なんか本当結果だけ見れば全く成長してないじゃないですか、うんうん、なんでそれが二浪ってことでしょ。今年が二浪目に入るってことなんで、すごいめちゃくちゃ迷ったんですけど、うん、まあまあ締め切りもあったっていうのもあるんですけど、うん、それですごいなんか進んでないっていうのが、うん、その結果がすごい悔しくて。現役の時から数学？あ、そうです、はい。なるほどね、はい、わかりました、はい、じゃあそういう感じで。わかりました。いや、これは結構ね、ためになったというか、数学受験こんな感じなんだっていうのが見れて、はい、多分リアルにいろいろ見れたと思うので、はい、わかったと思うんで、じゃあまあこれで2浪目、はい、はい、え、今は予備校とか行ってないですよ。基本的に現役から予備校は行ってないんですけど、うん、あ、そうなの、はい、ずっと拓郎なんだ。ただ拓郎じゃねえや、現役の時はね、はいはい。ただまあ現役の、まあ、最後ちょっとと、うん、まあ去年1年間はオンラインの方の、うん、まあ、指導を受けてやってたって感じですね。まあただちょっと、ね、はい、全部自分のお金でやってたんで、うん、ちょっと、あ、そうなん、はい、バイトとかしたの？あ、バイト去年もしてますし、はい、なるほどね。浪人で親にちょっと迷惑かけれないし、うん、うち裕福じゃないんで、うん、はい、でまあちょっとさすがにもう1年だと自分のお金もきついなってなって、うん、今は完全に一人で。なるほどね。おじいちゃんおばあちゃんに頼む、あの動画出てますんで。あそう、はい、という感じでございました。わかりました。じゃあ頑張ってやっていってください。はい、成績開示でございました。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。できるほうちん。